皆さんこんにちは、フラットパパです。今日はですね、今現在港の方走っております。今日はですね、土曜日でパパさんとママさんとお昼ねランチにしようかなということでうろうろしてまして、まあ、これ右曲がってね木越しの方行こうかなと思ってるんですけど、今日はね久しぶりにねハスネテラス行こうかなと走っております。これねもう少しまっすぐ行くとね、こちらからですと左側ですね。久しぶりです本当に。何食べようかなということで、まあまあ大体パパさんは食べるもの決まっておりますし、ママさんも、まあ、日替わり見てね何か決めようかなっていう感じですね。時刻はね今11時ですね、午前11時。やはりね休みの時はね腹減りますね、朝からうろうろしていると。これねこの橋越えるとねそろそろ左側に見えてきますよ。ちらっと見えましたね、この信号を左曲がります。左曲がってすぐこの左側ですね、駐車場が、こちらがメインの駐車場。それでは駐車します。ハスネテラスはですね金沢市の木越しですね、こちらです。場所は目立ちますよ、こんな感じです。11時オープン、中入りましょうか。はい、お邪魔します。今日はブロッコリーのグラタンと塩麹パスタ。あ、はい、あ、すいません。ということでね、一番奥のテーブル席、こちらの方を着席します。オーダーはですねタッチパネルで注文です。ママさんは日替わりランチ、塩麹パスタ、サラダ、どっさりブロッコリーのグラタンとセットドリンク付きにしました。そしてねこれ順番にねパーッと見ていくといろんなメニューがありますが、やはりさぬきですね。でパパさんはですねこの上から3番目山盛り鶏天9個ぶっかけうどんの冷たいの発注しました。というのはね麺がね小盛りと普通盛りと大盛り同じ料金なんで、ぶっかけの鶏天の9個麺大盛りにしました。がっつりいけますんで、そうするとそしていろんなこういったのもあります。店内はですねカウンター席とお座敷のところと、あとはねテーブル席、ボックス型のテーブル席とテーブル席とあります。こんな感じでね店内は広めです。そしてテラス席ワンちゃん OK です。パパさん座ったところ、天井がね高くておしゃれ。グラタン美味しそう。
用だけでも。あ、そっか、ぶっかけやがふわふわでカリカリで美味しい。
飲み物準備しますか。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れです。ハロウィンだからね。ハロウィン柄で素敵。フラットチャンネル、じゃじゃん。はい、いただきます。じゃあ私紫の紫芋好きなの食べてください。わー、すごい。ということで今回はハスネテラスの方にお邪魔しました。はい、さぬき丼もがっつり美味しくて、日替わりもね、こだわり野菜美味しかったです。そして何といってもプレートサプライズ、びっくりしました。本当にありがとうございます。ということで皆さん、ハスネテラスぜひぜひ行ってみてください。バイバイ。